皆さんこんにちは。今回はそよ語の選定についてです。そよ語はその名前の通り風にそよぐ姿がとても風情があり、新芽の時期が綺麗ですし、花は地味ですがメスの木なら小さな赤い実がなってとても人気のある木です。ただし剪定で理想の状態を保つというのはなかなか難しい木だなと私は思っています。まず木の特性として忌み枝ができやすいということです。立ち枝や内向枝が頻繁に現れます。それらの忌み枝を取り除くことによって大事な赤い実がなくなってしまったりします。そよ語の実は枝先にできやすいので木を小さくしようとするとどうしても実を落とすことになってしまいます。また木の内部に小枝が吹きにくいので切り戻しする枝を探すのが非常に苦労します。特に日陰の木では中枝が枯れやすく、新しい中枝も吹きにくいので切り戻しがとても難しいです。必要以上に木を透かしてしまうことになりかねません。逆に日向の木では枝先が密集して風にそよぐ風情が失われやすいので適度な枝抜きが必要になります。枝先が塊になっているのはいただけません。日向の木では実もつきやすいのですけれども、剪定すればやはり実を失うことになります。さらに問題なのは剪定の時期です。そよ語の花は5月頃咲いて夏から秋にかけて実が熟していくわけですけれども、熟した赤い実は冬の間ついていて鳥に食べられなければ2月の末頃までついています。ということはつまり5月から翌年の2月までの間、花や実がついた枝を切ればその部分の実を失うということになります。4月頃に花芽分化が起こると考えれば、剪定時期は3月に限られるということになってしまいます。3月しか剪定できないというのは現実的には無理ですから、これからいろんな時期の剪定を見ていただきますが、その前にもう一つ剪定のしにくさについて説明しておきたいと思います。それは鈍角な枝分かれができやすいということです。このくらいの角度に枝分かれしていれば普通に真ん中を抜けば良い角度になるのですが、そよ語の場合はもっと鈍角に枝が出る場合が多く、例えばこの立ち枝を切った後の枝の処理ですが、真ん中を抜いてしまうとこのような鈍角な枝分かれを作ってしまいます。真ん中を残して左右どちらかの枝を切り落とした方が自然な角度が得られます。その選択がちょっと難しいのです。それでは今まで述べてきた剪定のしにくさを踏まえて
実際の剪定の様子を見ていただきます。まずは植えたばかりの5月の剪定とその2年後の12月の剪定です。内向枝を落として鈍角な枝を抜きます。枝先に花がついているので切り詰めにくいですが、木を小さくしなければならないので少し切り戻します。残った枝を剪定するかどうかは判断が分かれるところだと思います。立ち枝として処理するかとか、枝先を間引くかどうかなどです。次は同じ木の2年後の12月の剪定の様子です。2年半の間にだいぶ大きくなってしまいましたので、高さを下げなければなりません。葉っぱが擦れ合うサラサラというこの音もそよごの特徴ですね。芯を止めます。
剪定が完了しました。施工前と施工後です。次はその2年後の2月の剪定をご覧いただきます。先に2年間の剪定前剪定後の比較をしておきましょう。それ後は毎年手を入れる必要はないと私は思います。1年おきぐらいで良いのではないでしょうか。日照条件にもよりますが、枝先はよく伸びるのに中枝はあまり吹きません。こういう木の剪定の難しさは先日お届けした小型物の木などと似ていると私は思います。年々手数は減っていきますが、悩む時間は多くなるような気がします。木の高さが伸びてまた軒に当たるようになってきたので、前回切ったところよりもう一段下で切ります。
ご視聴ありがとうございました。